ーグルス先発は岸でした。この立ち上がりです。先頭バッター、今日一番スタメンに起用された杉谷、これいきなり一発を浴びます。杉谷の打球は右中間スタンドへ、先頭打者ホームランで1点を先制しました。ファイターズ先発は高梨です。その高梨から 1,2 番連打でノーアウトランナー2塁1塁、島内バントが2球ファールになった後のこの当たりがタイムリーになりました。これで1対1、同点に追いつきました。その後ワンアウトランナー3塁2塁で5番の銀次です。銀次のこの当たりがピッチャー高梨の手に当たってセカンドゴロ、3塁ランナーが帰ってきてイーグルス2点取って逆転に成功します。でこの後高梨ですけれども一度ベンチに戻りましたけれども、またマウンドに上がりました。3回です。ファイターズはワンアウトランナー1塁で3番の近藤、これ近藤技ありのバッティングでした。この当たりで1塁ランナーの杉谷一気にホームに帰ってきて2対2、同点に追いつきます。ゲームは4回に入ります。岸の4回のピッチングをご覧いただきます。先頭バッターアルシア三振で、この後田中健介打ち取って石井和成、最後はカーブで三振に取りました。そしてその裏、先頭バッターの今井です。ツーボールからの3球目でした。今井の当たりは左中間の一番深いところ、これが勝ち越しのホームランになって3対2、イーグルス1点リードと変わります。さて岸ですけれども、まあ、中盤これ我慢のピッチングもありましたけれども、ゼロで終えて8回のマウンドに上がりました。その8回ランナー1人出して一発が出れば逆転というところ、しかしここはレアードをピッチャーゴロに打ち取りました。岸はこの8回でマウンドを降りました。1点リードイーグルス、9回はハーマンです。そのハーマン2アウトを取って代打の矢野を迎えます。最後は矢野ファーストファールフライにしとってゲームセット、まあ、今日も1点差ゲームになりましたけれども3対2、イーグルスが1点差ゲームをものにした今日のゲームでした。